では引き続きにマコール向かってるんですけれども、ね、いい考えじゃない？どうした？ゴタゴタが全部片付いたらさ、みんなでウータイに来ればいいじゃん。ウータイに行くのも多分3作目か。ダンケン政府のユフィー部隊としてシンラと戦うの。シンラ軍を次々と壊滅していく最強のユフィー部隊。それを指揮するのは美少女隊長のユフィー。映画か間違いなしね。よし、そうと決まったらさっさとゴタゴタを片付けちゃおう。勝手に決めるな。バッサリ勝手に決めるな。結構登る。早くニブルヘイム編終わらせて、早くフィールド探索したいな。よし、来たぞ。BGM ないのが怖いんですが。あ、見えた見えた見えた。来たぞ。そのはずだ。でもどうだろうと、死んだ奴らには同じことだ。行くぞ、紫を探そう。うん、始めたんだ。始まったんだ。あれよな、どうしてこんなこと。ルーファーズ何も聞いてないの？知らないよ。知らない。何が起きてるのか全然わかんない。私まだ何にも役に立ってない。俺たちの役には立ってる。冷静にな。わかってる。ルーファーズの就任式典の時にドカンと一発やったじゃん。あれよな、回線開戦の合図というか、もう宣戦布告だったもんね。まあ、市民たちには気づかれなかったけれども、ミトガルのね、ミトガルというかあれ、ジュノンか。あれが引き金になって怒っちゃったって考えっていうか、でいいんだよね。こう登れるんや。先行きましょう。あ、ではニブルマ航路に来ました。つい到着した。てかもっと暗いんですけど、アイテムないかな。よくさ、こんなところで仕事しようとか思えるよな。こっちでいいのかな。さあ、紫課長から ID を取らないと、借りないといけないんですけれども、いるのかな。あ、来た来た来た。あ、ないないない。え、なんかキモいんだけど。誰かいるの？ウータイの人？え、なんかキモいんだけど。え、うげえ。やるぞ。あ、こいつ。いや、行くよ。とりあえず見破りたいな。当たれ。
備え。特徴があるな。バリアントレイリー、神羅の化学魔法によって生み出された人造生物、あまりに凶悪で人間に従わなかったため廃棄処分となったが、一部の個体のみ研究施設から逃れ独自の進化を遂げる。右上に触手破壊すると人、あ、やっぱり触手破壊大事なんだ。この手を、ちょっと待って、当たるよ。あ、ちょっと、あー、ちょ、さあ行くよ、よろしくね。いざ、あ、それ、シュッシュッシュッ、いてて、あぶねー、お手並み拝見。行くよ、はっ、仕上げだ、どけ、果てまで食らいつけ。うわ、いや、そこ、この、焼き切れろ、くわぞ、出来た、つや、行くよ、よくしよ、され、果てまで食らいつけ。つや、やっそ、はい、はい、気負いすぎる。よし、頼りにしてる。まあ、くださーい。分身。やった。当てる。ふっ。かき回すよ。よっ、行くよ。そら、そら。なんか急に変化した。ふっ、くさー。ビシッとね。ちゃんと。オッケー。オッケー。来た来た。くよ、来た来た。俺が決める。まだまだ。焼き切れろ。わかったね。くら。やっ。よし、オッケー。あ、ちょ、待って、なんかまだいるんだけど、来るはず。あいつ分身するのか。あ、倒した。あ、ちょ、待って、まだ上。果てまで食らいつけ。よし、見極めて取った。頼む、頑張るね。気をつけてね。仕方ないな、この。よっと、死ぬ。もうこっちのもん。ふっ、バンカバカ、見せてやる。いや、行くよ。焼き切れろ。ふって、ふっ、ほら、それ、これが選別だ。ふっ、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 仕上げだ。焼き切れろ。そっちは任せる。ティファが止まってんの、ちょっと待って。あ、ティファのあれやな、ちょっと召喚獣変えるか。ステップお願い。可愛いんだけどさ、もう見せて。あ、モングリは可愛くない。あ、でもなんかこのモングリ可愛いな。邪魔だよ。軽い。くらえ。よっ、こんやろ、当てる、この一定の負担。ダメダメダメ、それ、え、まだいる。この手を、この一回の、おー、よしよしよし、超猛気。ボスじゃないよね。紫さんを探そう。なんだこいつ。ちょっと待って、ティファの召喚獣変えよう。ごめんな、ティファ、ちょっとあんまり強いのをつけてなかった。マテリアもつけたいところだけど、どうしようかな。イフリート、マジックポット、フェニックス、あ、ラムーンが空いてるか。あ、フェニックスでもいいけどね。そうするか。よし、あ、進みましょう。いや、キモかったな、さっきの敵。どっちに行けばいいの？ん？あ、こっちか。え、さらに降りるの？もしかして。あ。ひどい。のやつだな。いや、銃でやられてる。銃でやられてる。ちょっと待って、回復しないとやばいわ。ケアルラ、さっきのやつなんか毒かなんか使ってきたもんな。ユフィも、てかユフィが強い、マジで。てか使いやすいよね、ユフィね。ティファ、
ごめん。大丈夫。あ、この人が紫さんか。見て、この人が紫みたい。僕も確認しておこう。生存者がいるかもしれない。うん。かわいそうに亡くなったのか。あー来た、懐かしい。誰もいないね。お、ジェノバ、大丈夫？ああ。おっと、あら、ケッタ氏？ユフィハンデか。今どこにおります？魔法だまりの奥の部屋だ。そっちは？役場ですわ。何かお手伝いできるかと思って魔法炉の端末にアクセスしてみたんですが。あ、紫班には会えましたか？死んでいた。ウータイと戦闘があったようだ。なんと、ややこしいことになる前に信頼式の端末借りちゃいましょう。カードキーはあります？ああ。あ、じゃあその端末に差し込んでください。こっちで遠隔操作して屋敷の門開けてみますわ。チリですわ。先に屋敷へ向かって端末探しときます。はい、わかった。あとでな。はいな、またね。かわいい。戻ろう。行きたくないよな。なんかケタシンさん、なんかすごいリメイクになっていい活躍してるっていうか、かなり食い込んできてぬいな、ストーリーに。屋敷に行ったらまず端末を探しましょう。はい、クラウドハンたちが戻るまでにちゃちゃっと見つけますぜ。はい、了解。お前はクラウドたちを待て。合流できたら俺たちのところへ連れてこい。その花でたどれんだろ。お前にしかできねえから頼んでるんだ。ならば仕方あるまい。ほら行きましょう。あ、大総裁なのこれ。あ、ケッタシンソースなんだ。かわいい。これなんかいいパーティーだな。このエアリスとケッタシーとバレット。でもケッタシーはお前、新しい武器があるんだよ。クリスタルメガ。あ、モーグリション。あれ、これ撮ってるよね、私はビーティ。あれ、撮ってない、もしかして。あ、撮ってねえじゃん。ちょっと待って。アビリティ。モーグリ召喚術。ケトジーのボキャビリティいろいろゲットしていかないと。かわいい。ねえ、かわいい。ここでは居住者の話しかけられないのかな。てててててて、え、めっちゃかわいいんだけど、ケトジー。カチャッとな。ケトシのフィールドアクション。ケトシは広い空間にいるとき、R2 を押しながら移動するとローリング移動することができます。ローリング移動中、障害物を当たると腰が抜けてしまいます。周りをよく見てぶつからないようにしましょう。無理は禁物。ゆっくり。本当だ。何も悪くないのに。本当だ。くる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 。かわいい。前提してる、ひたすら。イブル山の本当だ。にゃって言った。かわいい。ここにレッドサティンのか。クラウドたちはまだ戻ってきてないよ。はいはい、クラウドたちと合流したら追いかけるよ。頼むぞ。
クラウドたちはまだ戻ってきてないよ。戻ってきてないよ。くる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 。足の屋敷もこっち側は行けないと。向こうか、足の屋敷。ヴィンセント会えるかな。くる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 。来たぞ、星の屋敷。にゃにゃにゃごめん。端末のありか、アイテムないかな。いや、5年前ね、来ましたね、新の屋敷も。でもね、あんまりね、探索できなかったんだよね、5年前。今回ちょっとガッツリできるんでしょうか、新の屋敷の中。はあ、ずいぶん金のかかった内装じゃねえか。あちこちボロボロだけどよ。かれこれ、築50年ほどになりますやろか。お化け屋敷だろ。どんなお屋敷？僕も詳しくは知りません。けど、村に黒マントの人たち、共産おりましたやろ。関係あんの？ここは北条博士が実験に使ってたと聞いたことがあります。チッ、ろくでもねえな。本当だよ。アイテムがあるな。拾ってこう。星の恩恵。あれかあれか、エレベーター下っていくのは変わんない感じかな。こっち。肌ちっちゃくて可愛い。でもバレットの半分以下だよ、身長。めっちゃ可愛い。やっぱ猫なんだよ。よし、いや、地下洞窟に来ました。めっちゃボス戦になりそう。すごいすごい。ガキの秘密基地かよ。危険な罠かもしれません。試しに僕が行ってみますわ。何や？我が屋敷へようこそ、侵入者の諸君。北条、君たちがどこの誰かは知らんが、残念ながらここは放棄された施設でね。漁ったところで有益なものは残されていないと思うが。あ、これただの管理 AI です。ただ少しばかり思い出深い場所でね、我が物顔で踏み荒らすのは勘弁してもらいたい。というわけでだ、不届き者はお引き取り願おう。おい、バレた。おい、おいおい、やってくれるぜ、あの野郎。閉じ込められちゃったみたい。ふっ、AI かなんだか知んねえが、北条は北条ってこった。うん、あのダクト僕やったら通れるかも。僕ちょっと行ってきますわ。はい、ではダクト移動。キトシンは R2 でローリング移動しながらダクトに触れると、そのダクトを通り、出口まで移動することができます。ほう、魔法研究所から脱出方法をか、探しましょうということで。ちょっとなんかさ、チラッとだけどさ武器の高い箱見えたんだけど、あれ取れるのかな。
というわけで、じゃあ今回ここまでにしておこうかな。キリがいいから、はい。引き続きね、にゃんこと一緒に攻略していきます。お疲れ様でした。